こんにちは、スプリングです。私は今北海道札幌市、ここは JR 北海道の札幌駅です。本日からですね、この北海道で列車を取っていこうと思うんですが、第1弾としましてキハ283系を取っていこうと思います。ちょっと雲がありそうですが、まあ上出来ではないでしょうか。関所線の方にね、今から撮影を行こうかなと思います。札幌駅は非常に大きいですよ。まあ、JR 北海道の中でね、一番大きな駅だと思われます。いや、冬の北海道久々ですね。いや、ちょっとね、長いこと北海道にいる予定ですので、結構な大荷物なんですよね。重たいスーツケースにもハスキーの三脚、そしてガンジキまで乗せております。いや、どこ行くんだって感じですけどね。さあ、というわけで札幌駅から、約2時間ほど東の方向かいまして、到着いたしましたのは楓信号場です。関所線ですね。いや、今年の夏にここでね、ロイヤルエクスプレス撮影をしたんですが、それと同じ場所になります。おー、いいですね。素晴らしい。いや、道が道でなくなっています。いや、人が通った跡はありますが、まあ、てっちゃんが通った跡でしょう。いわゆる鉄道ですね。この後ね、こちら側からキハ283系時大空号がやってきます。それを撮影をしたいんですが、あ、これはちょっと大変ですね。まあ、こんなものは知れております。通過まであと30分ぐらいかな。さあ、そして30分経ちました。曇ってしまいましたね。向こうのトンネルの方から特急大空号283系の、こちら7両編成ですかね、やってまいりました。こちらも引退してしまいますからね、しっかり撮っておきましょう。いや、年末の増結がされて8両編成でしたね。すごい迫力でした。しかしライトがちょっと残念でしたね。一番後ろはこのように雪を巻き上げながら進んでいきます。いや、かっこいいですね。さあ、というわけで占冠町までやってまいりました。ここは滝の沢信号場と呼ばれるところですね。こんな感じのところです。関所線はね、結構いっぱい信号場があるんですよね。駅よりも信号場の方が多いような気がいたします。もうそろそろすると特急、今度も大空ですね、札幌方面に向かう列車がやってくるはずです。こちらはキハ261ですね、やってきますので、ちょっと撮影をしようと思うんですが、いや、なんとかね、先ほどの楓信号場でこのスマホをね、取り付ける器具をどっか落っことしてきたようで、どうしようかな。これからの撮影がちょっと危惧されますね。本当にいろんなもんどこでも置いてきちゃいますからね、私。まあ、今回は多分カバンに入れるときにポンと外れて、そのまま気づかずに来てしまったんでしょう。どうしようかな。まだ1週間北海道あるんですけどね、考えないとダメだな、撮る方法。さあ、そして列車がやってくる時間になりました。一応柵のところにね、スマホを置いて撮影をしてみようかなと思って、試しております。まあ、ちょっと画角的に難しいところはありますが、まあ、なんとか撮れそうですね。もうそろそろ列車がやってきますよ。うわー、何も見えない、雪に埋まっております。そしてそのすぐそばを音だけの列車が通過をしていきます。いやー、キハ261を撮る予定が、なんかもう自分を撮ってしまいましたね。というわけでね、写真の方はこんな感じでした。もう時間がなくてね、本当に微妙な写真になってしまったんですが、まあ一応ということです。いや、おかしいですね。これはデジャブでしょうか。というわけで1時間かけて50キロ戻ってまいりました。まあ、これから先の工程を考えると、ないとちょっと困りますのでね、探そうと思うんですが、あるかなー、たらええねんけどな。あってくれ。多分そんな雪が降ってないので、埋もってるってことはないと思うんですけどね。今んとこないな。あってくれ。さっき来ましたね。見当たらん。
さっきから2時間ほど経ったんですが、ないか。あれどこで落としたんだろう。さっきここいましたけどね。まだ貨物列車動いてるんだ。いやちょっとないな。というわけでなさそうなのでね、もうここで撮影をしちゃおうと思います。この後帯広まで行ってケーズ電機でも行きましょう。先ほどこの上でね撮ってたんですが、今度はこういう感じでね撮ってみようかなと思いますよ。気温はマイナス7度ぐらいかな。世紀の大発見ありました。ここにこんな感じで一瞬ちょっとだけ黒が見えていました。縦にいたら分かんないな。いやでもあってよかった。おごめんなさいね、ずっと置いていっちゃって冷た。さあというわけで気を取り直しまして列車の撮影をしていきましょう。先ほど上で撮りました。今回下からね、超望遠レンズを使って撮っていこうと思います。やってまいりましたのは7両編成のキハ 2パー 3系。 ものすごい雪を巻き上げながらやってきましたね。フル点灯でございます。うわこれはかっこいいよ。いやめちゃくちゃかっこよかったですね。雪を巻き上げてこんな感じになりましたよ。これぞ283系の走りですね。もうスーパーはつきませんが、これはスーパー大空間違いありません。さあというわけで関庄線から今度は根室本線にやってまいりました。ここは北海道の根室町です。いやなんか向こうのね日照峠っていうんですけど、あの辺りは結構天気悪かったんですけど、いやいい感じですね。いやこの後ね東京大空7号がやってくるのでそれ撮りたいんですが、もうちょっと露出がないんですよね。この踏切の電球使って撮れるかな。ちょっと光として弱いんですよね。しかもこっちからやってくるので光がねちょっと逆方向、こっちから来るんだったらね光が当たると思うんですが、どうしようかな。とりあえずこの道がもう少し向こう行けそうですので、ちょっと撮影してみましょうか。もう5分もないはずですからね。さあそして時間になり、日没をした根室本線を特急大空号がやってまいります。草と草の間からで撮影をしてみましたけども、いやこれはこれでいいのが撮れたんじゃないですか。この283系のかっこよさが伝わります。いやそれにしてもこの踏切を噛みましたよ。この踏切結構雰囲気がいいですね。向こうの方には日高山脈、そして、ね、ちょっともう時間的に遅いですがブルーモーメントが出ております。星も出ていますね。ちょっとね、動画では分かりにくいと思うんですが結構星が見えますよ。帯広の街がねだいぶ近いっていうのはあるんですが、それにしてもいい感じでね空が見えております。少しだけ撮ってみましょうか。というわけで撮影をしてみました。このブルーモーメント、そして線路にね青色が映っており、大変美しい写真を撮ることができました。反対方面は反対方面でね星が見えておりました。いやー非常にいい撮影になったんじゃないかなと思います。ちょっとしたアクシデントもありましたけども、このキハ283系、かっこいい姿を収めることができたんじゃないかなと思います。また明日もね撮っていこうと思いますのでご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。